クライナの反転攻勢が始まって間もなく5ヶ月、浮き彫りになってきたのが戦況の膠着。ウクライナ軍の勢いに陰りが見えてきているといいます。一方、ロシア軍はウクライナの東部戦線における守備の重要拠点アウディーイウカで攻勢を強めています。兵士およそ4万人を配置するなど戦力を集中させているとみられ、犠牲を厭わぬ消耗戦を仕掛けています。凸凹の地面に刺されたロシア国旗、この場所はアウディーイウカ手前の高台とみられ、ロシア軍が制圧したとの見方が浮上しています。地理的に有利とされる高台の制圧は今後の戦況にどのような影響を与えるのでしょうか。次にロシア軍が狙うのが高台の先にあるヨーロッパ最大のコークス工場。すでに砲撃を開始しています。一方、ウクライナ軍はこのコークス工場をすでに要塞化し、防衛の準備を整えているといいます。真相ニュースはこのアウディーイウカを守り続けるウクライナ軍の第110独立機械化旅団を独自取材。私たちはロシア軍よりモチベーションが高く、よりプロフェッショナルです。激戦地アウディーイウカの攻防は今後の戦況をどう左右するのか。その鍵を握る両軍の戦術、そして継戦能力に迫ります。ウクライナ東部の守備の重要拠点アウディーイウカでは激戦が続いています。次の戦場はヨーロッパ最大のコークス工場か。最前線の部隊に直撃しました。こんばんは、深層ニュース右松健太です。火曜日は読売新聞編集員の飯塚恵子さん、こんばんは。日本テレビ伊藤博美アナウンサーとお伝えしてまいります。こんばんは、お願いします。では本日のゲストをご紹介します。元陸上自衛隊中部方面総監の山下裕貴さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして東京大学先端科学技術研究センター専任講師の小泉悠さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。パレスチナ情勢では地上作戦が拡大をしていますが、今夜はですね、このウクライナをしっかりと見ていきたいと思っています。まずは最新の戦況について確認します。伊藤さん。はい、こちらです。戦争研究所の30日の報告をもとに作成した戦況の地図です。このように丸で囲まれたところはですね、24時間以内で起きた重要な戦闘を示しています。東部のバフムトやアウディーイウカ、それから南部のザポリージャ州の前線などで攻防が続いていますが、大きな動きはありませんでした。ウクライナの反転攻勢が6月に始まってまもなく5ヶ月が経ちますが、戦況は膠着している状態です。はい、主作戦正面ともされてトクマクからメリトポリを目指すザポリージャ戦線では、ここ最近ウクライナ軍の主だった前進が見られないということのようなんですが、山下さん、泥濘期ですが今後冬を迎えるというような季節に入ってきている中で、今この、各前線何が起きていると見てらっしゃいますか。そうですね、まずウクライナ側のそのロボトネの方向の攻勢攻撃が、はい、専門的な用語を使えば頓挫したということですね。だから作戦が思うようにいかないで、停止してしまったと。で、部隊の再編成、補給や人間の補充とか、そういうところをやってるんではないかなと。で、逆に言ったらこの今日のテーマになりますアウディーイウカ正面では、ロシア側が消耗戦も厭わず攻勢をかけてると。で、全体すると戦線が泥濘期に入って少し動かなくなりますけども、完全に動かなくなるまでにロシア側がなんとかこのアウディーイウカを落としたいと、イニシアチブがロシア側にちょっと来てるんじゃないのかなというふうに思いますね。そうですか。特にこのザポリージャ戦線では、堅牢なこの防衛線というのがウクライナ軍の行く手を阻んでいるということは、もうずっとこの議論をしてきたわけなんですが、それでもなかなかこの突破ができないという状況。小泉さん、この膠着の理由というのはどのように分析をされていますか。まあ、やはりそれはこの南部戦線に対するウクライナ軍のその構成能力ですよね、はい、が最終的に不足であったということに尽きると思います。でこれはまあもっと言うとウクライナに早めにその十分な構成ができるだけの装備であるなり訓練であるなりを、まあ、もっと思い切って提供しておかなかった西側の責任でもありますし、まあもう一つはやはりこうロシア軍の公平能力の高さですよね。つまりこう彼らが非常に短期間でこれだけの陣地を作り上げる能力というのを、まあ、やっぱり見くびっていたという部分もあるんだと思います。ですのでさっき山下さんがおっしゃったこと非常に大事なのはイニシアチブがつまり主導権がもしかするとロシア側に移りつつあるかもしれないということですよね。一応6月以降というのはあっちこっちこううまくはいってないんだけどもウクライナ側が押していた、はい、どこでいつ戦うかということをおおむねウクライナ側が決めることができていたのに対して、はい、だんだんこうウクライナが攻めれる局面が少なくなっていて、まあ、そのバフムト周辺のアンドリーウカなんかまだ攻めてますけども多くのところでは攻めきれないまたはロシア軍の攻撃に対して防制に回らざるを得ないという局面が増えていってしまうと。でこれがこのまま固定したまま冬を迎えるのかそれとも冬の間も両軍とも戦闘をやめなくてロシア軍がこうイニシアチブをさらに取っていくのかというところが今後注目されると思いますね。こうした中ですねロシア軍はウクライナ東部のバフムト戦線の重要拠点のアウディーウカを包囲するように猛攻を仕掛けているといいます。私たちはですねこのアウディーウカに今日注目をしていきたいと思うんですがここにですね4万人を集結させて人海戦術を仕掛けているとの見方もあるんですがこのアウディウカなんですけれどもさまざまなポイント後ほどしっかりと議論していきたいと思いますがロシア・ウクライナ双方にとってまずですねこの議論の下敷きとなるような話を進めていきたいと思うんですがこのアウディウカの政治的軍事的重要性この辺りからお話を聞いていきたいと思います。小泉さんこの政治的な重要性というのはどうご覧になりますか。政治的というとこのアウディウカの地図見てみると分かるんですけどすぐ南側がドネツク市なんですよね。でつまりこう2014年に最初にロシア側の支援で親ロ派武装勢力が蜂起を起こしてまずこのドネツクともう一個北側のそのルハンシクというところに、はい、自称ドネツク人民共和国とルガンスク人民共和国というものができたと、はい、でこのドネツクというのがまさにこのドネツク人民共和国の自称首都であり続けてきた場所なわけですね。ロシアのウクライナ支配の拠点みたいな場所であったと、うん、で一方、このアウディウカはそのすぐ北側にあるんですけどこの2014年の紛争当時からずっとウクライナがコントロールを保持し続けてきた場所なんですよね。はいはい、ですからここのところを取れればこのいわゆるドネツク人民共和国の領土が広がったということになるわけですし、軍事的に見るとそのドネツク市をより守りやすくなる、うん、ここが取れるとなんでしょうねこれで戦争に勝てるという場所ではないと思いますが、はい、非常にこう象徴的な意味でも戦術的な意味でもいろいろメリットはあるんだろうと思いますね。そしてプーチン大統領も今年の年末までにこのドネツク州を完全制圧せよといったような指示があったようにも伝えられています。このあたりの大統領選を見越した一つのこのレガシーというかですね、そういったものの思惑というのはどういうふうに小泉さん見てらっしゃいますか。そうですね。それができればもちろんこう大統領選にはものすごく追い風になると思うんですが、まさに今こう地図に映っておりますように、ロシア軍は結局ドネツク州の半分強を取ってるに過ぎないんですよね。はいはい、戦争前はドネツク州の大体3分の1ぐらいを支配していて、はい、それがだいぶ広がったといえば広がったんですけども、残りのこの緑の部分、はい、ここを全部取り返すのはやっぱりどう考えても年内には難しいと思いますし、うん、来年3月の大統領選までにもできないと思いますね。はい、うん、だからロシアもウクライナも双方攻めあぐねてるってことだと思うんですよ。うん、という中で何か分かりやすい成果を出そうと思ったらやっぱりこのアウディウカを取ったんだと、バフムトに続いてアウディウカも取ったぞというふうに言えれば、なんというか最低限有権者に対するエクスキューズにはなるでしょうから、そういう思惑はもしかするとあるのかもしれません。うん、あるいは逆に全然こう軍事的な思惑からやってるのかもしれませんけども、そこは分からないですよね。うん、では軍事的な思惑といったところで山下さんにもお伺いしたいと思うんですが、この地形等々を含めてですね、このアウディウカの軍事的な重要性はどういうふうに捉えてらっしゃいますか。そうですね、まず攻撃側に取れば、例えばウクライナが攻勢に転じるとここで、はい、そうするとロシア側の防御にくさびのように入ってますから、はい、ここをいわゆる主導点、テコの原理でいくと重要なところ、そこからこう押していくっていう面だと、うん、攻勢、攻撃をする場合には非常に重要なところです、はい、防御になるとですね、これ突出部といって出てますから、はい、今まさしくロシア側が後方地域を包囲しようとしてますから、はい、まあこうなってくると非常に危険な状況になりますから、うん、攻撃をやるんだったら非常に有利になる、うん、防御になるんだったら突出してますから、もしかすると包囲されてしまう可能性がある、うん、まあこういう両方にメリット、デメリットがあるということですよね。これ地図上では全部を示せていないんですが、この青がウクライナ、赤がロシアで、この北側にもそして南側にもですね、一部部隊が配置されているということで、挟み撃ちになるリスクがあるということなんですよね。そうですね、今コークス工場って今書かれてますけど、はい、それの北側からずっと押してきて、はい、それからその下のロシア側の方からコークス工場にずっと押していく、はい、コークス工場です。コークス工場、はいはい、はいはい、こういう包囲感を作っていく、そうなるとアウディーウカが包囲されますから、はい、ここの部隊が孤立する可能性がある、うん、そういう状況がもし仮に今後、推移していけば脱出させるということも考えられます、ね。この部隊をこちらに逃がしていくということですよね。はいで先週の放送では防衛側のウクライナ軍が高台などの地形を生かしてロシア軍に甚大な被害を与えていると私たちお伝えしたんですが、その状況がですね、変わりつつあるようです。伊藤さん、はい、動きがあったのがアウディーウカの北にあるこちらの高台です。写真で見てみますと、中央の黒い山がその高台にあたります。この黒い山というのがこの先に見えます。こちらですね、ヨーロッパ最大のコークス工場の廃棄物が積み上げられたいわゆるボタ山で、高さは38メートルあると言われています。この山に先週見えますでしょうか、ご覧のようにですね、ロシアの国旗と第114自動車化狙撃旅団の旗が立てられたことから、この高台がロシアに制圧されたとの見方が広がっています。この38メートルのボタ山の高台を抑えたという指摘なんですが、小泉さん、この高台における戦術的な価値はどのように分析されますか。相当平らな地形でこう相手を見下ろせるような分かりやすい高地ってあんまりないわけですよね。はいその中でたまたま人工的に人間が廃棄物を積んでいったら山ができてしまったというところが、取れるのであれば、その非常に貴重な高地をロシア軍が取ったということですから、ここが保持できれば、ずっとこのロシア軍が周囲を見渡して、あそこを叩けとかあっち叩けとかっていうふうに砲兵に指示出せるわけですよね。はい、でこの地図で見てみると、この高台が取れて、その高台を生かしてこのコークス工場まで取れた場合、はいほぼウクライナ軍の補給線を遮断できる可能性が高くなるわけですよね。はいはい、多分この田んぼというか畑の中をそんなに何本も大きな道は通っていないと思うんですが、はい、このコークス工場のすぐ南のところを大きな道が通っているんです。このオルリーウカのこの通る道ですね。はい、ですのでこの道をこのコークス工場から砲撃するなりしてって遮断するであるとか、はい、場合によっては物理的に遮断してしまうということになると、ウクライナ軍もここのアウディーウカを持たせられなくなる可能性がありますので。そうするとさっき山下さんおっしゃったように部隊を脱出させざるを得なくなるかもしれないと、やっぱりこれまでの例えばバフムトであるとか、はい、セベロドネツクであるとか、大体ウクライナ軍は背中の包囲が閉じそうになると玉砕はしないで、最後には部隊を脱出させるという選択を取ってますので、このコークス工場が取られるかどうかというのは相当この局面においては重要なんじゃないかと思いますし、もう一個すごく細かい話なんですけど。はいこのボタ山を取った第114独立自動車化狙撃旅団っていうのがもともとドネツク人民共和国軍なんですよね。そうなんですか。2014年にその親ロ派が蜂起を起こしてウクライナからその独立したんだといった時に最初に作った部隊の一つなんですね。だからもともとこのドネツクは我々のものだ、ウクライナキエフの政権には渡さないぞと言っていた人たちが、まさにこのドネツク市のすぐ北側、ずっと2014年から落ちなかったアウディーウカを落とそうとしているという話なので、はいこれはなんというかロシア側にとってもその現地の親ロ派にとっても非常に士気の上がる話なんだろうと思います。そしてこの38メートルのこの高台でウクライナメディアによりますとこのように言っているんですね。ロシア軍はこれ言葉がちょっと強いんですけれども、ハエが密に群がるように廃棄物に山に集まり砲弾で多くの犠牲者が出ていると伝えています。これコークス工場というとやっぱりなんですかね機器があったりとか障害物があるわけではないということから考えると、確かに高台を取っているという地の利はあってもですね、山下さん、言ってみると向こう側からもよく見えてしまうというかですね、これもともとですね、ロシア側が抑えてまして、はい、でウクライナ側がこれは取ったんですけども、で取った後にまた今度ロシア側がこれ私もちょっと注目してまして、はい、でSNS の画像なんかだとロシア側が攻撃して失敗した時にその斜面にロシア兵の死体がそのままこう積み重なるように残ってたりですね、いわゆる203高地と一緒ですよ。でここを取ると、はい、コークス工場も見えますけども、先ほど小泉さん先生が言ったように平坦経路、いわゆる補給経路が丸見えになっちゃうんですよね。だからウクライナ側が弾薬や燃料、食料をアウディウカ要塞の方に持ってくる経路沿いが見えますから、はい、そこにロケットでも火砲でも撃ち込めば補給が途絶えてしまうので、はい、ここ割と重要だと思うんですよね。でもう一つ、皆さんはちょっとわからないと思うんですけど、私が小さい時はボタ山に上がったことあるんですけど、こうザクザクして火山灰みたいなところなんですよ。決して戦いやすい場所ではないし、はいはい、今度は防御するにしても穴もすぐ掘れますけど、はい、吹き飛ばされますから、はい、なかなか難しいところなんですけども、38メーターですか、はい、標高でいくとコークス工場が200メーターで、ここが230メーターちょっとですから。3階建てのビルから見下ろされているような感じですよね。だから非常に見晴らしがいいので、やっぱここが非常のポイントになってしまったということですよね。ただお話にあったように、この障害物とかですね、何もない、言ってみると下側からもですね、ロシア軍を攻撃することも可能だという。可能です。で、射撃することも当然可能ですけれども、はい、最終的には歩兵が行かないといけないですよね。はい、そしたらですね、ザクザクしたとこ上がれっていうのは、想像してください。富士山の5合目から上に火山灰のところ、それも足が取られるようなところを突撃しろって、これですね、実は私大連、いわゆる旅順に行った時も同じ地形です。203高地も同じようにザクザクのところを攻撃していったんですよね。だから同じような戦い方を両軍がやっているということですよね。そして焦点となるのが、先ほど小泉さんもおっしゃっていたこのコークス工場への攻撃にどう移るかどうかということなんですが、このコークス工場についてですね、ヨーロッパ最大でその広さは東京ドームおよそ73個分と、ちょっと想像がつかないぐらいの広さなんですけれども、ウクライナメディアによりますと、ウクライナ軍はこの工場をかなり前から要塞化すべく準備をしてきたということです。つまりウクライナ側としては、ここはもう要塞化して絶対に取られまいということで準備をしてきたそのコークス工場なんですが、これ戦術上ですね、小泉さん、やはり要塞化しているということで、そう簡単にはこのコークス工場を突破できないのではないかという見立てもある一方で、高台を抑えているロシア軍、こういったところのこの攻防の行方、どういうふうに分析されますか。戦争ですので必ずこうなるってことはなかなか言えないですけど、はい、去年春のマリウポリ攻防戦の時ですよね、はい、時はそのアゾフスターリという製鉄所、やっぱりここもものすごく巨大で、なおかつ地下にもいろんな施設があったりとかしても簡単に制圧できないというようなところに、そのウクライナ軍のアゾフ連隊が立てこもって相当戦ったということですよね。ですので工場っていうのはもともとおそらくそうやって要塞化して使うのに割と向くんじゃないかと思うんですよ。いろんなものがあって複雑だし見通しも悪いし、地下にも把握しきれないいろんな部屋なんかたくさんあるということでやりやすいんでしょうけども、やっぱり最終的にマリウポリの場合は落ちたわけですよね。これは背後は海だったんで、もう補給がそもそも続かないということで自利品になって落ちたわけですけども、それでもわずかな数のアゾフ連隊と海兵隊だけで3ヶ月ぐらいそこでロシア軍を拘束したと。ですから今回の場合も補給が持てばある程度この工場っていうのはロシア軍を苦しめるんじゃないかなとは思うんですけども、そこでやはり先ほどの問題に戻ってくるんですが、果たしてそもそも補給は続くのかということですよね。ちょっとよろしいですか。もし仮にですね、このコークス工場で最後まで頑張れって命令を出したとしますよね、ウクライナ側がですね、そして包囲されますよね。でこういう場合はですね、会議包囲を解く攻撃をしてやらないといけないんですよ。いわゆる外側から攻撃をしていって、例えばこのコークス工場で包囲されている部隊を救出するという回攻撃をやらないといけないんで、それができないと判断したら離脱せよですね。ちょっと地図に戻れますか。コークス工場こちらにあってですね、先ほどおっしゃってたのは、こういうような補給線があると小泉さん先ほどおっしゃって、でここにしっかりと補給がずっと続くのであれば一定の持つことができるのではないかというお話だったと思うんですが、小泉さん、それでよろしかった。そうですね。で南側にもいっぱい部隊がいますからね、アウディウイカって書いてある青い方が、そこも含めて孤立するということですから、コックス工場だけではなくて、そういった中で、この高台からの例えばこういった補給線の攻撃というところも警戒しなければならないし、ここにずっと孤立させない状況を作らなければならないといったところですね。全部含めてですね。この辺りの、そうするとポイントになるのは、やはりこのコークス工場のみならず、この辺りの攻防、この辺りをしっかりと攻撃を受けずにということが一番ポイントになるんですか、やっぱり。 それはだからそこに部隊を配置するわけではなくて、はい、もう一度高台を取るかですよね。ここをもう一回取り直すかどうか。そして今その北側から両翼で包囲をしようとしている部隊を押し返すかですね。なるほど。そういった中でこの先ほどおっしゃってたこのコークス工場でも、そうは言っても要塞化といってアゾフタリ製鉄所の例もあるということを考えたときに、そういうような戦い方を今回はしないという選択を取るときには、できる限りこの戦況判断というのはポイントになってくる。そうですね。だから繰り返しますけど、コークス工場を要塞化して、そこにいる部隊もいるでしょうけど、はい、その前に110機械化旅団が出張って、そこもずっと要塞化してます、はい、そこを逃がしてやらないといけませんから、じゃあ、それ全部含んで、アウディイカ一帯を包囲されたら、助けれるのかということですよね、助けれる算段がある、後方部隊から部隊を持ってきて、そこを助けてやるっていう戦力があるんだったら、最後まで頑張るんです、万が一の時はもう脱出させるしかないです、ね。そうすると助けるといったら、こういったこの西側からぐーっとまた別の部隊を連れてくるということになる。そういうことですね。非常に難しい今状況にあるということですね。はい、そして今お話に出ましたこの110独立機械化旅団なんですが、どうやらですね、ロシアによる軍事侵攻が始まった当初からこの場所を守り続けてきたということらしいのです。この強さに迫っていきます。最も困難な問題はロシア軍の兵士の数です。彼らは非常にたくさんいます。まるでゴキブリのようです。ロシアが攻勢をかけるアウディウカを1年半にわたって全く後退せずに守り続けている部隊があります。それがウクライナの第110独立機械化旅団です。真相ニュースは最前線で戦い続ける第110独立機械化旅団の広報担当アントン・コツコン氏を直撃しました。私たちは本格的な侵攻が始まった当初からアウディーユカ方面に展開しています。新しく編成された部隊ですが、日ごとに経験を積み重ね、モチベーションの高い兵士と適切な装備を持っています。おかげで私たちは防衛線を維持し、ロシア軍に大きな損失を与えています。アウディイカを守り続けてきた第110独立機械化旅団。しかし今、これまでにないロシアの攻勢を受けているといいます。最も困難な問題はロシア軍の兵士の数です。彼らは非常にたくさんいます。まるでゴキブリのようです。私たちの仲間は毎日あらゆる手段を使って彼らを排除していますが、その数は想像をはるかに超えています。少なくともロシア正規軍の3個旅団が私たちと対峙しています。消耗戦を繰り広げるロシア軍に対し、なぜ圧倒的に数で劣るウクライナの第110独立機械化旅団は太刀打ちできているのでしょうか。戦場では人的要因が重要な役割を果たします。私たちはロシア軍よりモチベーションが高く、よりプロフェッショナルです。これらの要因により私たちは防衛線を維持することができています。インタビューでは適切な装備を持っていると話をしていたんですが、どうやら別の情報もあるようです。伊藤さん。はい、アメリカの経済誌フォーブスによりますと、アウディイウカを守り続けてきたこの第110独立機械化旅団は2000人規模で、特に経験が豊富な部隊でもなく、使っている装備はかなり老朽化しているということなんです。例えばオランダから供与されたこちら防護の薄い装甲兵員輸送車、それから旧ソ連軍から引き継いだ軽装の歩兵戦闘車、チェコから剰余分を譲渡されたダナ自走榴弾砲や自走多連装ロケット砲などだということなんです。山下さん、適切な装備とはインタビューでも言っていたんですけども、一方老朽化も指摘されている。そもそものこれらの武器のスペックというのはどのようにご覧になりますか。そうですね、ザポリージャ州で攻勢をかけてた部隊と比較すると、やはりそれはいわゆる装甲が薄かったり、あるいは打撃力、破壊力、火力なんかが劣ってたりしてますよね。はい、ただここでポイントはやっぱり防御をしてたということですから、陣地を作ってその中に入って地形を戦力化するっていうんですけど、地形を利用して戦ってますから、はい、それを総合トータルで見ないといけないですね。だから防御をする部隊としては、ウクライナ側としてはこれで適切だと判断してるんだと思いますね。小泉さん、このあたりのラインナップどうですか、開館する。そうですね。まず2000人ですから旅団としてはだいぶ規模は小さいですよね。おそらくこの20ヶ月の戦いでかなり消耗してるんじゃないかなという感じはします。もともと予備役とかを呼び集めてきて大急ぎで作った部隊だったんじゃないかと記憶しますけども、ですから完全編成ではないですよね。南部戦っている新編の精鋭旅団なんかと4000人ぐらいいるわけですが、半分ぐらいだと。で一方でこの兵器は確かに見てみると古いものが多いですけども、ただ2000人の旅団が自前の榴弾砲を持ってて多連装ロケット砲を持ってるっていうのは、これはそれなりの火力じゃないですかね。やっぱり例えば陸上自衛隊だと旅団規模ではこういう火力って持ってないはずですよね。でロシア軍も一部はこういうものを持ってますけども、基本的に自前でここまでの火力を持っている旅団はないということなので、古くてもそれなりの火力を持っているというところが、またある程度ロシア軍と正面から渡り合えている理由でもあるんじゃないかなと思って聞きました。これ小泉さん、さっきね、その補給線が断たれるかもしれないっていうのありましたけれども、そもそもその弾薬というかですね、そういう本来の補給がされるちゃんと足りてるのかどうかっていう、そういう懸念はないんですかね。これは足りてるか足りてないかといったらないものだらけなんだろうとは思いますね。でロシア軍がピーク時に1日6万発榴弾砲を撃ってたって話がありますけども、ウクライナ軍の場合はよくても1万1000発ぐらいであったということで、全く火力が足りていなかった。でしかもそれは持っている大砲の門数はそんなに変わらないんだけども、やはり西側から供与されてくる弾の数の限界でどうしてもそのぐらいしか撃てないんだというふうに罷免されたレズニコ国防大臣が今年の2月ぐらいですかね、言ってましたよね。ただそのロシア軍もやっぱり苦しくて、砲弾が足りない、あるいは輸送ルート叩かれるとかっていう理由で、最近は1日1万発ぐらいまで落ちてるというふうに言われています。だからそれに対してウクライナ軍が今どのぐらい撃ててるのかってはっきりした数字は分かりませんけれども、やっぱり戦争なんでお互いの補給を妨害し合いながら最後まで立てた方が勝ちみたいなところだと思いますから、ここはその意味でもさっきのボタヤマの話っていうのは非常に重要になってくると思うんですよね。イギリスのオープンソースの中の情報だと、1日あたりの発射数がウクライナ側がロシア側を追い越したっていうかですね、そういうデータもあるんですよね。これちょっとポイントがあって、別に弾薬が足りないのか、大砲が結構潰されてるんですね、ロシア側は。でその発射ユニットが足りないのか、もしくは方針を変えないといけないですから。あまりも激しくて方針面数来てるので、その方針が持たないのかっていうところがあって、一概に弾の問題だけではないのかもしれませんが、ウクライナ側が一時期勝ってたっていうのはありますよね。で今ここで戦ってる部隊110独立機械化旅団は防御のためにずっとここに入ってるわけですよ。はい、事前集積って言って、ある程度陣地の中に弾薬を例えばですよ、3ヶ月分とか。これ貯めるんですよ。これ作戦するときに防御をする場合にはそこに事前に集積します、水とか弾薬を。だからそれが尽きたら終わりですよね。補給が切れても大丈夫だということですよ、しばらくは。そのいわゆる備蓄というものがどのぐらいあるのかということにつながるわけですよね。そこはだから作戦上の最も非常にトップシークレットになりますから、何ヶ月もつも準備してるんだという話ですよね。そしてインタビューでは侵攻当初から防衛線を維持できる理由について、ロシア軍よりモチベーションがあるとの発言がありましたが、これはちょっと本当基礎中の基礎かもしれません。それはですね、はい、戦闘力っていうのは、有形戦闘力と無形戦闘力が合わさって戦闘力です。はい、有形戦闘力というのは、装備とか弾薬とか、無形戦闘力というのはこれは士気ですよ。彼が言ってるようにモチベーションが合わさって戦闘力になるんです。ロシア側みたいに物はあるけどやる気がなかったら、これは戦闘力を半減しているということですよね。だから彼が言っているのは正しい。だから士気が高いということですよね。でここのですね110機械化旅団と、そして、このロシア側としては第114、自動車化狙撃旅団が、マッチアップするということになるとなればですね、先ほど小泉さんもおっしゃったように、この114機械、自動車化狙撃旅団はこのドネツク人民共和国軍だったということを考えると、比較的両軍ともこの両部隊とも士気の高いそういった部隊が激突するような状況があり得ると、小泉さんどうなんでしょうか。おそらく現状それに近いことになってるんじゃないのかなと思いますね。ですから考え方2つあって、1つはその旧ドネツク人民共和国軍の114旅団がそれなりに士気が高くて、はい、こういう難しい戦闘ができているという考え方もできますし、はい、で実際この旅団はそれなりに戦闘力があると言われているんですが、はい、もう1個言うとロシア軍の中では暴流なので、比較的こういう損害の大きな最前線に立たされているという見方もできますよね。でそうするとやる気はあるけど、外様の部隊を前方に出しておいて、でロシア軍のその主力がまだ温存されてるんだとすると、はい、どこかの時点でその主力が投入されてきて、さらにウクライナ軍に対して決定的に打撃を与えようとするかもしれないわけですから、今起きていることとそれをもうちょっとピンチアウトして広いところで見てみるというのも大事だと思います、ね、今おっしゃったようにちょっとピンチアウトしてですね、広く見てみると、これロシア軍なんですが、ウクライナのシュトゥプン報道官によりますと、10月10日から26日までにアウディウカとマリンカ付近で死傷者5000人と、そして走行車両400台の損失を出しているという情報もあります。こういったことがまさに今おっしゃったところにつながるのかなというふうに思うんですが、士気が高いんだけれども外様で比較的その装備が潤沢ではない、有形戦力と無形戦力のこのバランスということにもなるのかもしれませんが、この辺りこのアウディウカのこの全体を見たときに、やはりこの死傷者5000人というのはですね、かなりの規模だと思うんですが、小泉さんどうご覧になりますか。そうですね、ロシア軍の編成でいうと丸ごと1個旅団分ぐらいが消えたということですから、大変な損害だと思います。あと決して装備がなんていうんですかね、他に比べてものすごく劣ってるってこともないと思いますね。はい、このアウディウカに対する本格的な攻勢を始めた当初はかなり強力なその装甲戦闘車部隊による攻撃をかけてましたので、はい、それなりに重戦力を持った部隊なんじゃないかと思うんですけども、ただその結果として、1ヶ月でこれだけ死傷者と装備の損失を出してしまっているということです。ただ丸ごと1個旅団分が戦闘力を喪失したのはもうおそらくそうなんだろうとは思うんですけども、それをどう解釈するかってなって主観的な問題なわけですよね。はい、これだけ損害出してしまったからもうやめようと思うのか、どうせ旧ドネツク軍の部隊だからいいやと思ってまだ攻撃をかけるのかっていうのは、これも人間の判断になってくるので分かりませんし、ロシア軍がまだ激しく攻撃をかけ続けているところを見ると、さっきのお話に戻るんですけども、おそらくその損害には構わず、じゃあ次はロシア軍主力が出ていけばいいやというような考えである可能性は高いと思います。そしてウクライナ軍の報道官は29日なんですが、ロシア軍が攻勢を続けるウクライナ東部のアウディウカ、まさに今お伝えしているこのアウディウカで前日だけでおよそ10人のロシア兵が投降したと述べました。ロシア軍の兵士の投降がどうやら相次いでいるということもあるようなんですが、山下さん、この辺りがまさに士気というところに関わってくると思うんですが、先ほどのアウディウカの地図がありましたけれども、はい、赤いところが1個連隊ずつで数えていくと、はい、これ4個旅団ぐらいが見えてるんですよね。ロシア側の赤い部隊符号を数えていくとですね、はいはい、で攻撃側は防御側の3ないし4倍ですから、はい、114自動車化狙撃旅団だけではなくて、はい、あと3ないし4個のロシア側の旅団がここに攻勢をかけているわけですよ、はいはい、その南までずっとですね、でそこの中には多分士気の非常に低い部隊も含まれてるんだと思うんですよ。そこが損害を多く出しているって考えた方がいいのかもしれないですよね。その114が非常に士気が高ければですよ、でこれだけの損害を出しながら、攻撃してアウディウカを取る必要性があるのかって軍事的に考えると普通はないんですけど、これは政治の目的ですよね、はい、冒頭に戻りますけども、うん、だからまあ政治の目的を達成するためには、損害をいとわず攻撃して取れという命令が出てるんだと思いますね。まあそういった命令が出ていても、この軍事的な意味合いというところにこの現場の兵士がなかなか納得できなければ、なぜ私たちはここを戦うんだというところにつながってくる。そういうことですよね。ああ。でそうした中ですね、このアウディウカでは多くの兵士の損耗が出ているというロシアなんですけれども、こうした中ですね、兵力を補うために受刑者の軍隊の勧誘を行っているということもあるようです。その実態について伊藤さん。イギリス BBC やロシアメディアなどによりますと、受刑者を集めた部隊は非公式にストーム Z と呼ばれているということです。この Z はロシアのウクライナ侵攻への支持を意味するほか、受刑者を意味するロシア語の頭文字です。ストーム Z はまともな装備を与えられないまま、危険な前線に送り込まれることが多いということです。また、軍規違反などに対する懲罰として兵士が配置されることもあるといいます。今年6月にはその扱いのひどさから問題も起きています。戦闘に受刑者を戦闘に受刑者を参加させるのはどこかで聞いたことがあるなというふうにも思うんですが、かつてこの、民間軍事会社ワグネルがですね、行っていた手法だと思うんですけれども、小泉さん、この受刑者部隊ストーム Z の実情というのはどうご覧になりますか。そうですね、実情はもちろんよくわからないのですけれども、ただワグネルが囚人を集め始めた少し後ぐらいからもう国防省もやり始めてるんですよね。はい、ただ当初はそのいわゆる元軍人とか内務省の隊員とか、ある程度軍事経験がある人たちが入れられる特別の刑務所があるんですけど、そういうところを重点的に回っていたというふうに言われています。でそれがもしかすると、一般のその刑務所の普通の重犯罪者みたいな、このままそのロシアの劣悪な教科書にいるんだったら、一丁戦場に行って釈放される方にかけた方がましだと思っているような人々にまで手を出し始めているんだとすると、これはその集められる兵士の質にも問題がありますし。で今の受刑者の告発なんかにもありましたけども、本当に人間兵士扱いされていない、人間扱いされていないというような待遇で、とにかくもう玉よけになってくれればいい、おとりになってくれればいいみたいな使い方をされてる部隊が少なくとも一部はあるということは分かりますよね。でこのザポリージャの方でもアウディウカの方でも、いくつかシュトルム Z 部隊が戦闘に参加しているということは、戦況図なんかでも指摘されているので、はい、かなり数も多いんじゃないのかなという気もしますね。そしてですね、こちらも兵力増強をめぐる動きなのかもしれません。民間軍事会社ワグネルにも新たな動きがありました。伊藤さん。はい、ロシアの民間軍事会社ワグネルの活動を引き継ぐとする SNS プリゴジン2023は29日、ワグネルは正式に国家親衛隊の一員となると投稿しました。国家親衛隊というのはプーチン大統領直属の準軍事組織で、国境警備、テロ対策などの特殊任務を担当しています。一方のロシア南部チェチェン共和国トップカディロフ首長の影響下にある特殊部隊アフマトのアラウジノフ司令官は28日に、民間軍事会社ワグネルの元部隊員の一部がアフマトにこちら移籍し、引き続きウクライナでの作戦に加わっていると述べました。これも小泉さんにお伺いしたいんですが、ワグネルの残党らがですね、この国家親衛隊ですとかアフマトの一員になっているという、このプリゴジン氏なき今のこの、旧ワグネルというんでしょうか、この今をどうご覧になってますか。やはりもう組織としてのワグネルが維持できなくなってるってことなんだと思うんですね。はい、で多分その海外で利権を防衛するような活動をしていた人たちというのは、おそらく何らかのこの高度なところからの支持を受けて同じような活動を続けるんだと思うんですけども、多分このウクライナ戦争に投入するのはその普通の兵隊たちですよね、はい、これはやはりまとまった数を国防省の管轄外に置いておくというのはあまりにも危ないということは明らかですから、はい、一部はこの国家親衛軍にすると、でこの国家親衛軍ってさっきのお話もあったんですけども、例えばチェチェンでの対テロ作戦であると、はい、そういうものに投入されてきたような国内での激しい軍事作戦を行う部隊、あるいはその普通の警察の機動隊みたいなものとか、いろんなものをガッとひっくるめて30万人ぐらいいるんですけど、その一部に回収しちゃえってことでしょうね。で一部ウクライナ戦争にも投入されているようですので、もしかすると国家親衛軍の一部として戦争に投入されるのかもしれない。あとはこのアフマトはちょっと意外だったんですけれども、これまでそのチェチェンのカディロフ首長としてはそのチェチェンの兵士たちを戦場に送って、プーチンの関心を買おうとしていたわけですけども、ほとんど役に立ってるって情報がなかったんですよね。はい、だからそういう中でもしかするとこのワグネルの残党を使えば本当に実践的な戦力を手に入れて、でこれでプーチンの役に立てば、その自分の株も上がるんではないかみたいな考えもあるのかもしれませんね。飯塚さん、ここまで来ていかがでしょうか。そうですね。私一つこの1週間ほど気になってるちょっと関係ないニュースがあるんですが、プーチン大統領が死亡説がソーシャルメディアでテレグラムで結構流れていて、はい、でそれは結構デマとかですね、噂風評はいろいろ流れてずっと来てるわけですけども、私が思うのはこのペスコフ報道官がこの1週間で2回ですね、わざわざちゃんとプーチン大丈夫だっていうことを言っていると。これちょっと今までと違うんじゃないかなと。それなぜこのタイミングでまずプーチン氏のこの、今夜心停止したと、それからプーチンのドッペルゲンガー生き霊が取って変わって座ってるんだというのがバーッとものすごい注目を浴びてるんですね。でなぜペスコフ報道官こんなにわざわざ否定してるのかって、ちょっとそれ背景もしなんかどうご覧になってますか。いや、全く分かりません。確かに今回流れてきた死亡説はその10時42分に心停止したとか妙に具体的なんですよね。だからちょっとこれまでない具体性を持った死亡情報ではあるのですけれども、ちょっとこれに関してはそうらしいとも全くありえないともなかなか言えない情報なので、ちょっとこれは様子を見たいと思います。でこのペスコフ報道官がわざわざ否定をすると、そこについてはやっぱりピリピリしているという、そういうことなんですかね。これからおそらく間もなく大統領選の出馬表明もしなきゃいけないわけですしね、そこでプーチン死んだって話になると、これは完全に番狂わせになるわけなので、そこはまず事実でないのであるとすれば、もう違うんだから大丈夫なんだからっていうふうに言わなければいけないんだと思いますし、万が一というかプーチンが死ぬ可能性が高いか低いか私は分かりませんけども、本当にプーチンが死んでた場合というのは、少なくとも時間稼がなきゃいけないですから、違うっていうふうに言うと。ちょっとこれまでの例を考えると本当にプーチンが死んだとは考えにくいとは思いますけども、その2つの可能性が考えられると思います、ね。本人が出てくるのが一番いいですよね。この後も引き続きお話を伺います。さて、スロバキアのフィツォ新首相が26日ウクライナへのですね、武器の供与を停止すると表明しました。スロバキアは EU とそして NATO 北大西洋条約機構の加盟国となります。飯塚さん、このあたりのスロバキアの姿勢の変化どうご覧になりますか。そうですね、新しい左派系の新政権ができて、でスロバキアって本当に一番一生懸命の熱心にやってる、ウクライナ支援をしてきた国の一つなわけですね、はい、ポーランドと一緒に。なのにこれが全く反対の方向に動いているということで、そのEU とか NATO とかみんな全会一致が前提の組織ですから、はい、そこが原則なので、影響があるのかなと私やっぱ思うんですけど、今ゼレンスキー大統領はすごい憂鬱なんだと思います。多分このスロバキアの件が一つですね。それからパレスチナ情勢の影響ですね、はい、最初ゼレンスキー大統領はハマスの方を、要するに最初にテロ攻撃をした方のハマスの方をロシアになぞらえていたんですね。そして自分が自らがユダヤ系であることもあってイスラエルに寄り添っていたと。だけど今国際社会の特にアラブ諸国の、国々の空気を見てみると、明らかにもうイスラエルがロシアであるというふうにすり替わってしまいましたね。という意味で、イスラエルに対する敵意みたいのがあって、ゼレンスキーさんのその同情みたいなものが逆に作用しているということが2つ目。3つ目はやっぱり戦況自体が膠着しているということですね。そうすると西側自体もやる気が失って言われていって、で軍事的なブレイクスルーがどっかであればまたちょっと盛り上がるんでしょうけれども、この3つが今ちょうどもう本当もやもやというか、もうこの先どうなるんだろうと、実は非常に苦しんでいるんじゃないかなというふうに察しますね。山下さん、このあたりゼレンスキー大統領の苦悩、どういうふうに分析されますか？いわゆるこのイスラエルの戦争を開始して西側の関心が向こうに行くんじゃないのかと、最初はイスラエルもおっしゃったようにイスラエル寄りの発言をすると今度はアラブ側がいろいろ言ってきたりしますと、非常に難しい位置にありますよね。なんとかウクライナへの支援が継続的に来るように、と思ってたらスロベニアみたいにもうやらないって言ってきたのでですね、非常に苦しい立場に今いるんだと思いますよね。このウクライナへの継続的な支援の継続、これがまさにこの戦況に直結するところもあると思うんですが、小泉さん、今のこのゼレンスキー大統領どういうふうにご覧になってますか？そうですね、まさにもうあらゆるところで苦しい目に遭ってるんだと思います。だからそうであるがゆえに西側としてはなんとか結束を保つということを意識的によりやっていかなきゃいけないと思うんですけども、民主主義であるがゆえになかなかそれも簡単ではないっていうのはもどかしいですよね。それからもう一つはやはりこの中東情勢が不安定化したせいで原油価格が上がるのではないかと、高騰するんじゃないかと、となると、ロシアとしては経済そんなに悪くない、来年度予算ではそのロシアの原油がバレル 71.3 ドルで売れるっていう想定なんですよね。西側は60ドルに抑え込もうとしてるんだけど、その10ドルは少なくとも上振れするとロシアは見ていて、でこのままでいくともしかするとこの中東情勢のせいでもっともっと高くなるかもしれない、とするとロシアこのまま結局経済持っちゃうかもしれないってことですよね。だからいろんな意味で今、状況がウクライナにとって非常に不利になりつつあることは間違いないと思いますけども、ただ戦争って自然現象ではないので、どうなってほしいかっていうのは我々自身が決めなきゃいけないと思うんですよ。その意味で言うとやっぱりこの戦争に関してロシアに成功されるのは私は日本人というか西側の人間として困るなと思いますので、状況が思わしくないんだったらじゃあ我々何するのかというふうに考えていく、そういう考え方の方が私は建設的じゃないかと思いますね。この後もお話を伺います。今日はロシア軍が攻勢を続けるアウディーユカでの戦いなどを中心にお話を伺ってきましたが、最後に明日への視点です。今後の戦いの注目点ということで、小泉さんいかがでしょうか。そうですね、明日から11月なんですけども、11月の初旬ぐらいにアメリカからこの GLSDB という長距離ロケット砲入るというふうに言われてるんですよね。でこれはかなり数があるというふうに言われてますので、こういう長距離火力が大量にドカッと入ることによってある程度ウクライナ軍の泥濘期前最後の攻勢に弾みがつくのか、それともやっぱりそれだけではだめなのか、ここをちょっとまず注目していきたいと思ってます。山下さんいかがでしょうか。今イニシアチブがロシア側に傾きつつありますから、ここでもう一度イニシアチブを取り返すためにはヘルソン州、特にドニプラを渡河をして、で戦況を変えると、この戦いをもし仮にウクライナ側がやるんだったらもう一度攻勢に立てますから、そこのポイントが南の州の戦い方かなというふうに思います。戦いが長期化するこのウクライナ情勢ですが、泥濘期、そしてその先、冬に向かう中ですね、何が戦況を左右するのか、さまざまなこの兵器の供与もあると思いますが、やはりこの前線の兵士の士気もその帰趨を決める一つの重要な要素なのかもしれません。小泉さん、山下さん、今夜どうもありがとうございました。